ソフィーは低評価案件、アピス出ること願うのやめな。でも赤さん的には来てほしいキャラは誰なの？いや僕的には1番がやっぱりソフィー、2番がミトラ、3番クロカって感じですね今のところは。とりあえずこの10連で1キャラ出たらみんなアゲアゲしよう、アゲアゲ。40連目か、夏ガチャ40連なんて俺何年ぶりだろうな。いやでもこのラインナップやったらしょうがないよね。みんなアゲアゲの準備だけしといてくださいね。アゲアゲの準備だけできてます？アゲアゲの準備タイプしても1からやろうかな。そしたらよし、ではお待たせいたしました、ナイトメア終わったということで、今30連中というか30連爆死中なんですけれども、まあ、最後の10連で、2キャラですね、ミトラちゃんとソフィーちゃん引いていきたいなというふうに思います。ではやってまいります。じゃあ行くぞ、40連目。とりあえず花火ぶち上がれ、とりあえず花火だけ頼む。花火出てくれたら俺は何も言わない。ちょい、たい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 、はい、大船、大船に乗ったつもりでみんな見ててくれよ。来たぞでっかい船か、ちょっと怪しい感は。3、4、5、6、7、8、7、カットイン来い、カットイン来い、カットイン来い、6、5、4、うわカットイン、うわっ、あと1、うわマジか、うわっ、しょる、こういうことですよ皆さん。おい俺もう終わったかと思った。来たぞ。俺ももうあれ終わりかと思ったらまだ行ったあったんやな。いやサムネ黒かにしたかい、やったー、サムネの勝利ですねこれは。待ってこれ来てるかも、俺来てるかな今、どう、俺来てると思います皆さん。いやありがとうございます。いや俺来てるかな今。視聴者的には美味しくない、そうだよね、美味しくないよね、すまん。じゃあ行くか、今来てるよね、みんな勘違いしないでくれよ。こいつ簡単だなとか思うなよ、俺マジで引かないとき引かないからな。今日は引くけどもう引かへんからな。ラストいくか、もう引かへんぞ、これラストやぞ、いきます。20連目。いや黒川で終わっとけばよかったってなる世界線を俺は覆す。今アルファベータってなんやねん、アルファ世界線かもしれへんけど俺はベータ世界線に行くぞ。ゴイン、メモソゲッチュ、ちょっと爆死の気がしてきたわ。そういうもんなんですよ。あでもなんか花火上がってるか、え、うわ待って来たぞ、しょらしょらしょら、来たぞこれは。ごめんなみんな、いや待って、黒か空気読めよ、黒かマジで空気読めよ、黒かだけ空気読んでくれ、ちょっと待って、黒かだけ空気読んでくれればいい。ちょっと待って、黒かマジやめろよ、かっといかわいい子いる、黒か頼むぞ、何でも収穫
ドーンとラソおひぃ完璧すぎやろ。アピスさん、あなた空気読んじゃったか。逆にそっちか、そっち空気読むパターンは警戒して。おい、アピスだ。ちょっと待って、うわマジか、本当に2枚抜きしちまったぜ。アピス信じられます？これ信じられねえよな。こんなことって、こんなことってあるんだな。うわすごいな。いやまあよ、完璧なオチ。いや俺ここもう心、もうなんかあれやわ、もう俺心残すこと今回なんもない、心残すことなんもないわ。本当に皆さん、ガチャ、もう久々の夏ガチャ、何連引いたんだっけ、55連引くなんてことを考えてもいなかったんですが、ちょっとソフィーが欲しすぎて引いてしまいました。でまさかの本当にアピス2枚抜きしてしまうというね。いやもう流れ全然流れきてない、全然流れきてないでしょ。流れきてないから、もう本当にもう黒かアゲアゲします。じゃあもうガチャ楽しみに見てくださった方、皆さんもお休みなさってください。もうあげあげします、黒顔。ということで、ガチャ動画ありがとうございました。よし、これ切り取り完了やな、これで。